波級型潜水艦は日本海軍の潜水艦の艦級。S 型とも呼ばれ、最後の三等潜水艦の艦級となった。同型艦2隻。本型はフッツ・シュネデール社が設計したローブルフ型潜水艦である。本来は2隻ともシュネデール社が建造まで行う予定であったが、第一次世界大戦の勃発に伴い1隻がフランス海軍に引き渡されたため、 その大館は日本で建造することとなった。普津建造館は1917年、また、日本建造館は1920年にそれぞれ修行、1929年に両ともに除籍、戦火戦歴なし。本型の特徴として、老夫婦の考案した複格式尖閣の採用がある。これは、 メインタンクを耐圧核の外側に配置するもので、従来の単ン式に比べて予備浮力が大きく、水上走行性能に勝っている。また、副次効果として艦内容積が大きくなり、居住性の向上など、公用型の潜水艦では、より有利であった。本型以降、日本海軍の大型潜水艦の多くは、この複角式を採用した。手記は、 石油機関を搭載した。これは今まで使われてきたガソリン機関に比べてより安全なエンジンであったが、その後ディーゼル機関が実用化され以降の潜水艦で採用されることはなかった。魚雷発射艦は艦首の2門に加え、司令塔付近の水上部分に外装発射艦を波9で4門波1で2門装備した。波1は竣工時に当潜水艇に 類別、1919年4月1日に三島潜水艦に類別変更。波9は、春工時から三島潜水艦に類別された。波号第10潜水艦の値。波号第9潜水艦の値は、性能諸元表を参照のこと。ありがとうございます。